巨大核質 DNA ウイルスとは、ウイルスにおける分類の一つである。2006年に、アメリカ国立衛生研究所の L ・アラビンとの研究グループが提唱した。当初はこのウイルスの起源について様々な説が提唱されたが、2019年段階では、風邪のウイルスであるアデノウイルスなどとともに、ポリントンと呼ばれる昆虫や原生生物のゲノム中に、 存在するトランスポゾンから進化したと考えられている。以下のトガが属する。この内大などなバイラスは、属するか、未確定である。名前の通り、ゲノムサイズやカプシドの直径が大きい。中には、耳ミミウイルスのように発見から9年近く、新生細菌に分類されていたものや、ママウイルスのようにウイルスに寄生するウイルスである、スプートニクビロファージが付くなど、 ウイルスよりも生物に近い性質を持つものもある。巨大核質 DNA ウイルスは、ウイルスの分類における階層は不明である。また、ウイルスの遺伝子が巨大で複雑なことから、太古の昔に共通祖先から、新核生物と分化したという説がある。仮にそうだとすれば、現在では、生物とみなされていないウイルスと生物の境目が、曖昧になる。そのため、 巨大核質 DNA ウイルスはウイルスではなく、新核生物、新生細菌、古細菌に次いで新たな生物のドメインである可能性がある。一方で、2017年に発見された157万塩基体のゲノムを持つクラースニューバイラスの詳細な検討を通じ、巨大核質 DNA ウイルスは、比較的最近に細胞様の要素を獲得したとし、 はるかに小さなウイルスから進化したとする説も出ている。このウイルスは多くのアミノアシルトレナ合成酵素を持つが単一の祖先からこれを受け継いだのではなく、それぞれのアミノアシルトレナ合成酵素が別々の生物に由来し、様々な生物からこれらを取得した可能性がある。コーニー EV へ通る。クリエイト A メガタクセナミックフレームワーク。 フィリング・オール・プリンシパル・タクセナミック・ランクス・ホー・ DNA ・バイラスス・エンコーディング・バーチカル・ジェリー・ロール・タイプ・メジャー・キャプシド・プロティンズ・イドブ・ドイ・10.13140・ RG ・2.2・14886.47684・マルティプル・オリジンス・オブ・バイラル・キャプシド・プロティンズ・フロム・セルラー・アンセスターズ・プロク・ナットリエイカド・サイ・ USA114 E2401E2410 ドイ10.1073ブナズ16億2106コモンオリジンオブフォーダイバースファミリーズオブラジユーケリアティック DNA バイラススナショナル先端タフォーバイオテクノロジーインフォメーションハットグリンプセズオブザフォースドメインディスカバーハットジャイアントバイラスファウンドイオーストリアンセワゲピュエルディベート オーバーポテンシャルフォースドメインオブライフサイエンス S ハットジャイアントウイルスディスカバリースパークスリベートオーバーツリーオブライフネイチャーニュースアンドコモンありがとうございます。